駅入口縁行寺口駅は、高知県高知市新屋敷2丁目にある、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、K02。隣の入民駅との駅間距離は、約800メートルしかなく、起動車列車用旅客駅として開業したこともあって、1980年9月までは、当駅と入民駅に連続して停車する列車は折り一本しかなかった。現在は、 すべての普通列車が停車する。2008年2月26日に土産線の高架加工事が完成し、高架駅となったが、ホームでは北側が完全に開けているため、周辺住民から覗かれるなどの苦情があり、地上時代は10人分だったホームのベンチを、高架後は3人分に減らされた。そのため、屋根のある、県売機周辺で待つ人が増え、 階段付近の手すりが破損するなどのトラブルが後を絶たない事態になっていた。2021年現在、ホームのベンチが増設されたり、券売機周辺にもベンチが設置されている。単線一面一線ホームを持つ無人駅。ホームと地上との間にはエレベーターが設置されている。トイレは高価になってからしばらくして、地上の東階段付近に設置された。バス停名は、遠行寺分岐。 駅から約100から150メートル離れている。小学館、コロタン文庫36国鉄駅名全百カ P314。ありがとうございます。